お疲れちゃんです。あっとです。そうじゃどうもどうも、じゃキヨキヨとハリネズミのチクくんです。バンザーイ。チクくん初登場です。僕のチャンネル、チクくん初登場です。あーすごいすごいすごい、あー恥ずかしかった恥ずかしかった恥ずかしかった。もうそれもうそれ。ちなみにこれ生き物じゃないです。これなんすかこれ。僕が聞きたいんですけど、これマイク、あ、マイクのあの風貌です。こう、はい、よくマイクがあってこうカメラの全然生き物ではないです。これはいはい、えいじゃないんですよね。はい、いや、じゃあ動画撮りますよ。撮ってますね。あ、撮ってんすか。はい、撮ってます。これ撮影始まってます。あ、分かった。これ違うんですよ。これね、はい、実はこれマイクのやつじゃないんですよ。こうやってやって、キャップにね、こうやってつけるんですよ。多分、マジ、結構いい。これで、これ、マジで。これインスタ映え。いや、映えない。全く映えない。えぐいっすよ、多分。えぐいっす。何してんの？えぐい。これ、新スタイル、新スタイル。そうね、ただ不便ですからね。だから不便、確かに。ただ不便です。確かに。あ、失礼しました、失礼しました。癖が出ちゃって、癖が。いや、出すぎ。はい、というわけで、はい、今回はですね。はい、どうしたんですか。何するんだって気持ちで。何するんですか。忘れたじゃないですか。何ですか、何や。協力しない協力バトルやりたいと思います。出た。前にも多分一回やったことあると思うんですけど。これはあれですね。協力しないのに協力バトル行くやつですね。はい、そうですね。やりたいと思います。なんで、まあ簡単にルールを説明しますと、はい、まあ僕が右側で、まあ清潔さんが左側、うん、はい、まあ自分のタワーですね。はい、なんていうの、むずい、僕説明したんですよ。まああれですね、自分のタワーがそうですね、折られたら負け。あ、じゃあ僕はトルネードとかでいやらしいカードをラッドさんの方に押し付けちゃっていいんですか。逆、そうですね。なんで、そうです、そういうことです。なるほど。僕はホグライダーとか来たら、うん、逆にトルネーで清潔さん側にやって清潔さんのタワーを折る。僕はそうです。なるほど。味方なのに横のタワーを折りに行くって感じです。ちなみに、はい、僕がペッカをラッドさん側の陣地に出してもいいんですか。あ、もうそれはもうどこに出してもいい。あ、どこに出してもいい、はい、おー、それは結構面白い。相手、そう、そういうことです。それ面白いですね。横に出して、うん、そっち側にユニット攻めさせて、攻めさせてみたいな。それ強いな。でも結構若干頭使いますね。結構使えそうな気がします。じゃあやりますか。はい、やります。お願いします。僕ね、もうデッキ組んじゃってるんで。フレバとはちょっと申し訳ないですね。今ちょっとあれ、誰か来てたんですか。海外勢ですね。練習したい海外勢です。あ、そうなんですね。でも僕はこれでいきます。あ、そうです。もうデッキ見えちゃいますね。おー、結構害悪ですね。あ、そうか、僕見えてないもんだって。あ、確かに。ここで見えますね。こうね。さあ、アーラツさん、あ、トリトンケース、ね、僕はあの右段と、ね、僕左、あ、はい、僕左か。はい、なんかスキンが、あ、左ってことはこれいいってことですよね。これ別にいいですよね。そうそう、こいつはラッドさんのところを防衛しにみんな来るってことです。みんな、そういうことです。やめろやめろやめろ、相手出すな。あ、相手やめて、相手やめて。でもこれ でこう防衛もしないといけないですよね、ちゃんと。そうですね。それむずいな。で、そうですね。行ってこい、行ってこい、行ってこい、行ってこい。待って、なんかやべ、なんか来た。これ僕は右を折られたら僕の負けなんでね。僕はしっかり右を守ります。あー、うまいな。左は逆に折ってほしいんで。確かに確かに。ちょっと、ちゃんとちゃんと守ってほしい、相手。相手で、これ僕あと右、あとタワーが折られなければ逆に折った方の勝ちですね。なるほど、そっか。じゃあスケラとかあんま出してもダメなんだ。そうっすね。だってラットさん得しちゃうから。あ、来た、来んの。そうそう、やばいやばい、痛い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 。あ、オッケーオッケー、ラッキーラッキー。痛い、やったやった、トリトンアザス。いや、トリトンアザース。トリトンくらいあげますね。全然あげます。まあ、なんか清潔さんの砂漠のスキン僕もらっちゃってます。確かに確かに。ありがたい、ありがたい。ちょっとややこしい感じになってますけど。そうっすね、ちょいややこしいですけど。でもそっか、ビビドラつけちゃうとやっぱ攻めてくんだよな、相手。なんでそっち来るかな。これさ、待って、俺気づいたこれ。あっ、あなんでこっち来たの、なんでこっち来たのってやつ、ね、一応棒、でも墓石、いや、マジであの守ってほしい、一緒に。やばい、待って、これめっちゃ来るじゃん。俺の方ちょっと僕ぼーっとしとこうかな。え、ちょっとあのコスト漏れてます。ぼーっとして相手が出したタイミング、やべえやべえ、トリトン来んなお前。トリトン、あ、トリトンあっち行け。あ、やべえ、ちょっと待って、あのこれあの相手がやばい、いじめてる俺も。だって僕の方しか攻めてないじゃないですかこれ。あ、終わる終わる、マジで。あっち行け、あっち行け、あっち行け。あ、最低最低最低。これがあるあるの。これやばい、あの、いやでも、いやマジで、なんでありがたいありがたいありがたい、無理でしょ。なんで俺の方ばっか来んなよ。じゃないですか。いや、僕がこれ折れば。確かにこれはありますよ。キョウさんが折ると僕折りに行きますよ。だから僕は、いや、困りますね。やべ、でもね、スケラやっぱユニット溜まっちゃうのダメっすね。相手ものすごく溜まるんですよ。
それはありますね。こちらのこの辺トリトン出して。やめてやめてやめて。やめて。引っ張んな引っ張んな引っ張んな。引っ張りたい引っ張りたいけど、よし特に何もしないっていう。あーランバーランバーやったランバーちった。やばい重いってこっちが。これ無理じゃないですか。いいよいいよいいよ。僕ちょっと無理じゃないですか。あ、もうあのもうなんか辛い。もう辛いもう。まあ、チケチケと。これあの、相手の気分で負けるじゃないですか。いや、スリクラ頑張れ、スリクラ頑張れ。行き過ぎ、行き過ぎ、マジで。めっちゃ本気出して、右、右バック攻められる。なんでこれやばくないですか、相手さん。あ、スキルがね、そんな刺さってないんだよな。ちょっとあの、はい、これ辛いですね。これは、だからこれはでも、あれですよ。最初に出るんですよ。最初大事。最初の、スケラー僕が打ったりとか、そうっすね、いうのが大事なんで、まあ、デッキ変更しますか。ありでいきましょうか。はい、うん、どうしようかな。結構辛いっすねこれ。相手に防衛させたくなるカードをね出せばいいんですよ。いや、そうなんすよね。あ、分かった。やべえ、神だ。いや、楽したいんすねこう。分かった。できるだけこれちょっといらん。これもう分かりました。もう僕分かっちゃいました、残念ながら。いやー、これとかも絶対守んないといけないから。これ説あるんですね。気づいた。うん、分かった。これ絶対は守んなくちゃいけない。あ、もうちょっとあんま言うのやめよう。え、悪い人だ。これ絶対、あ、てかバレちゃうか、デッキ。あ、確かに。こうエリババとかをね、要は出すと、あ、僕来ました。ラッドさんとか行っちゃうんすよ。あれ、スケラじゃないですか、あれ。あ、エリババ入ってる。エリババが入ってる。スケラになってる。早いんすよね、これ。これが悪い、マジで。これで、もう、あー、出た。え、おい、やった、やった。こういうやつ。オッケーオッケーオッケー。守り早すぎた。早すぎた。早すぎて相手気づいてない。やべやべ。しかもなんか俺のとこめっちゃ来た。意味不明。勝った勝った。マジで意味不明なんだよ。勝った。え、めっちゃありがたい。意味不明なレベル。おー、頑張ってください。僕あのゆっくりリボン。ちょっと待って待って待って、これガチで辛いんやけど。エリババ防衛せえよ、マジで。早すぎた。開幕エリババ早すぎて対応できなかったやつじゃないですか。見てなかったの。なんでやし。あの、必死にこっち防衛していきましょうかね。手伝ってあげます、ちょっとだけ。お、優しいじゃないですか。ちょっとだけ、はい。でもこうするとユニットがね、どんどん溜まってくるんですよ。あら、これありがたいですね、ぶっちゃけ。ぶっちゃけありがたいです。まあでも、全然全然もう。あ、ありがとうございます。なんかありがとうございます。僕ちょっと、あの、こっち攻めさせなければ僕の勝ちみたいなのがあると思ってるんで。いや、2クラウン取ってほしいな。だから、いや、こっち来てほしくないですね。なんかちょっと、ちょっとうざい。ちょっと出しといて、これ防衛しといてねっていう。いやー、この小嬢は厄介ですね、マジ。あ、こういうのがいいですね。あの、これ天才じゃないですか。後ろ丸。やばい、なんかカウンター来るんだけど、マジ。いや、ちょっと、エリババ出しといて。あ、まあ、ありがたい。防衛してくれる。なんか出して、なんか出して、相手。ありがたい、ありがたい。あ、いい防衛、いい防衛。いい防衛、相手うまいんだよ。よし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 。いや、きちい。いや、いいなぁ、これ。これ、気づいた。これ今こうやれば俺勝てる。やめ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 、危ねぇ危ねぇ。それやばそれやべぇ、マジで。えぐい、えぐいことしてる。それね、えぐい。こまさか取るねが超敵になるとは。えぐいっすね、これ。いや、でも曲作も一個折れないっすよ。これだって、スケラじゃないですか。これマジね、結構きついっすよ。いやー、もう、僕としてはすごい楽です。この辺に打っとこ、スケラ。なんでそっちっすか。じゃあ、僕の。こっち打っといて。これちょっとディガ出して、やっぱ後ろバルーン最強っすね。やべー、後ろバルーンマジで最強。後ろバルーンマジでね、やられると、絶対イントラ出してくる。で、そのイントラ取るんで引き付けられるんですよ。最強っすね、マジ。いいよいいよ、相手さんいいよ、相手さんいいよ。ボールはちょっとこっち。あの、この辺はもう、早く処理してほしいっすね、ちょっと。集めて。オッケー。こっちに。いやー、うめえ、マジで。やばい、え、ミニペコこっち来て。ミニペ、ミニペ、ミニペ、いけいけ。やばい。え、待って、待って。やばい。やばい。あと、僕、右打ってるんだね。もう。あ、そっか。リードがでかい。僕が右落とさないといけんのか、そしたら。左も、そうっすね。左落として右も落とさないといけない。よし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 。あっち行け、あっち行け。いやー、もう。やめえ、それ。それガチやばい。ワンチャンワンチャンワンチャントリト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 ン、いいトリトン。ダメや。あ、やばい、1-1やばい。これは僕は左側のキングを落とすか、なんとかすれば。僕はキング落とさないといけない。それでは大変。いや、あ、こういう、え、待って、これ右側のタワーでも、あ、やばい、キング落ちたら俺の勝ちだ。でもやべ。あざす。
あざす。いや、これえぐ。これね、トルネがマジで大事っすね。性格悪すぎって出ますよ、これ。いや、そういうゲームなんで。はい、というわけで、はい、あれ、もう僕2勝しちゃいました。あれ。あれ、勝っちゃいましたね。いや、ちょっと待ってくださいよ。これ面白い。これマジ面白いっすね、普通に。あ、面白いっすね。でも、スケルトラッシュが、ちょっとよろしくないっすね。スケルトラッシュダメっすね。はい。ちょっとよろしくないっすね。何がいいんだろう、防衛戦するカード。後ろからの、攻撃だけのユニット、守らないユニットが僕的にはおすすめですね。バルーンとかゴブジャイとか守らないじゃないですか。結構ユニットが溜まるんで、まあ、言っちゃってますけど最強までありますね。確かになー。メガナイトとかだと逆に防衛しちゃうんで。あー、確かに相手に、うん、そっか、アドバンテージになっちゃう。そうですね。ジャイ、ゴブジャイ、メガナイト、そういう系。よし、ラストやります。やりましょう、ぜひ。プラスやりますか。もう3連勝かかってるんで。いや、僕ちょっと思いついちゃったんで。あれ、はい、こう、神のアドバイスを。だ、最後が一番なんかちょっと戦略性が高いですね。はい、一番見どころかもしれないです。確かに、こっから大事ですね。僕、ちょっとロイジャイとかで、はい、あら、やっぱ防衛したくなるじゃないですか。うわー、厄介ですね、確かに。歩くの遅いしかも。確かによろしく。だから医療入っちゃってるな。まあ、いっか。これマジで。どうしようかな。よし。やめ。エリババ。エリババ入ってこい。エリババ頼むよ。防衛して相手。おい、いいよ。まあ、分散系 YouTuber。分散系ですね。いいよ、相手いいよ、相手さんいいよ。じゃちょっと厄介です。こっちに。あー、マジか。オッケー。こっちに。え、やば。最悪マジで、こっち来た。いや、でもね、これ。くんな、マジで。マスケがこっちにいいんだよな、でも。ここら辺にちょっとディガー出して攻めといてあげますね。やばい、それマジでやでも、まあ、それはありがたいです。優しいんで。いや、でもね、どうなんだろう。あの、ビビる。結局さ、コストがちょっとおつらい。ちょっとやばいっす。おつらいですね。やばい、どんどん出てくる。この間にちょっと。ええ、これやばい。やばい。これ地獄やんけ、これ。これマジで地獄なんだけど。いや、しかも、ラブライダーでバルーンが止まってる。いや、これマジ最強っす。いや、これどうしようか。いや。よし、ゆっくりいや、これは一回。でも、このロイジャルがたまたま、僕はこのロイジャルを生かしてこう攻めるんでね。あ、もう。いや、そっか。ありがとうございます。ありがとうございます。ダメなんすか、これ。これで、僕おればいいんで、このジャイアント別に僕も生かせればいいんで。なんでこっち来た？よしよし、いいぞ、どんどん。辛いっすね。邪魔。辛いっすね。おい、やばい。これ待って、結構やばい。よしよ。結構やばいっすね。やばい。相手あっち守って。怖いマジで。お客さんマジですよ。いや、やってたやん。いいよ。結構射程長いね。オッケー。射程長いのいいね。やばい。今ちょっとリード、僕リードですね。あは、いいよ。これまず痛い。ああ、この工場しかも相手が防衛してくれる。しかもマジ意味不明な工場。でも勝ちましたね、これ。ああ、もういや、マジかこれ。こい。これもう、僕も攻める気ないんで、これもう。ゆっくり。いや、このもバルーンももはや味方にする。それしか僕勝つ手段がないんで。なんでやねん。マジでなんでやねんって感じ。マジで、ほんとに。じゃあ僕は、ゆっくりこっち側でも攻めさせていただきますね。マジで意味不明。ねえ、これ負けるし、これ。いや、マジで。あ、でもそれはうまい。それうまいんですけど、僕は。いや、でもね、意味ないですよ、もう。それでも。ゴレは意味わかんないです。これ意味わかんない。なんで今まで出してないし、マジで。ゴレペッカ。これはやばい。いや、これマジでおもろいんだよな。これやばい、これマジで。え、これちょっとね、マジ面白いです。友達とやると。マジでおもろいんですけど、喧嘩だけはしないような人です。確かにね。ちょっと遊ぶだけならいいんですけど、これで。行き過ぎちゃうとね。お前、ふざけんなよってなっちゃう。自販機おごりとかになっちゃうと辛いっす。辛い。これは。だって取るね、出せないよ、もう。マジで。契約になるから。はってなるんですよ。はって。そこだけ気をつければ楽しいんで。最高ですね。ぜひ、皆さんもやってみてください。とにかく。今回ね、コラボさせていただいて、キョケさんのチャンネル概要欄に貼っておきますんで、コラボ動画、めちゃくちゃ撮りました。めっちゃ撮りました、マジで。最高におもろいです。死ぬほど撮ってます。はい。ラッドさんの彼女が来ました。違います。本当に違います。というわけで、本当に違います。概要欄からぜひ、チャンネル登録と動画見に行ってください。お願いします。というわけで、今回こんな感じで終わりにしたいと思います。